どうもお疲れ様です。5月21日朝6時半の相場解説。これがね、暗号通貨の解説になりますね。今日は久しぶりに時価総額が400兆円を大きく超えて416兆円になりました。まあ、これによってね、ビットコインがまた1100万円が見えてきたのかなって、そんな価格帯なんですけども、まずはね、ドミネーションですけども、ビットコインが 51.1%、イーサリウムがドミネーションを上げまして 15% を超えましたね。だからイーサリアムがちょっとね、価格を上げたんじゃないかなってところが見えると思います。それから取扱いコインがコインゲコで 14,341 と増えて、そして交換所の数がもうすぐ1100になるなってところで、こちらも両方とも順調に増えて、マーケットがどんどん拡大していることが伺い知ることができます。とにかくね、取扱いコインが増えて、で、交換事業者の数が増えれば増えるほど、このマーケットは広がっているってことですから、トレンドを測ることができるんじゃないかなっていうところですよね。で、416兆円。ずっとね、370兆円でこらえてる時期がもう長かったです。それこそね、一昨日とか、その3日前とか4日前っていうのは370兆円前後だったんで、多くの方がね、もうちょっと上がらないかなっていうふうに、銘柄に関わらず思っていたんじゃないかなと思います。ビットコインもね、970万円あたりっていうのがずっと長かったですからね。はい。しかしですよ。ついに夜が明けて大きく上の方にぐんと伸びました。その要因としてはイーサリアムが価格をつけたことが大きかったんじゃないかなと思いますね。ビットコインが1000トンで70万、80万ですね、おおむねね。イーサリアムが久々に50万円台をクリアして55万になりました。その他注目のコイン、XRP なんですけども80円を超えていくのはまあまあこんなとこでしょうと。そしてカルダノが75円を大きく超えて、いよいよね、80円とか100円の柱に乗ったかなってところです。で、柴犬も、まあ、相変わらずの安定の含み益なんですけども、これがね、0.004 円とかになってきたりとか、0.005 円になったりとかね、もっと言ったら 0.1 円ぐらいになっていただければ、まあ、送り人完成みたいな感じですから、こちらの方もね、淡い期待ぐらいで待っときましょう。そんなにね、気合を入れない方がいいですからね、こうやって暗号通貨には。ちょっとこうなんか1万円とか2万円ポンと投げておくとかね、もうちょっとね涙をこらえて10万円入れておくとか、その程度でいいと思いますから、数百万単位数千万単位で一発逆転を狙わないようにした方がいいと思いますね。で、今日はねライブがあります。四半期の仮想通貨業界レポートです。ここもねお忘れなくクリックしてみてください。まあそうするとこういった形で出てますんで、コイン月光のねレポートを楽しむことができると。結構いい数字出てましたからね。はい。どんどんマーケット広がってるでしょ。だから暗号通貨のこの世界が広がるっていうのは、そうですね。日本でバスケが流行り始めたみたいな感じですよ。ね。バスケが流行り始めて、最初はね、スラムダンクっていう漫画だけだったんだけども、なんか各学校でね、バスケを始める人が増えたりとか、近くの、公園で 3-on-3 用のゴールポストが設置されたりとかっていうので、あれ？もっと流行ってくるようになったよね。だったらバスケの情報をちょっと出しとかないとみたいな感じで、バスケのね、YouTuber も増えていくみたいなところですよ。だからこうやって私がね、放送してますけども、私の場合2014年からこういったね、暗号通貨の情報を配信してますけども、今年初めて暗号通貨について YouTube 出しますみたいな人も、まだまだこれから出てきますからね。はい。で、ネタはこういうところにいくらでも落ちてるわけですよ。ね、こんなコイン月光はライブをやってくれてるわけですから。DEX 取引量に占めるイーサリアムのシェアを 40% 下回るって書いてるでしょ。じゃあ DEX ってなんだっていうふうなね、暗号通貨に出てくる専門用語を解説しているそんな YouTube チャンネルがあっても高いアクセスを取れるわけですよ。で、こうやった業界レポートをこう要約してね、5分ぐらいにまとめてお話ししますみたいなのでもいいと思いますね。まあ別に暗号通貨でやり取りしなくても稼ぐ方法はたくさんあるってことですよ。ね、それぞれの分野で頑張ってみてください。はい、それではお疲れ様です。